久保さん。いや、ブラック・ジャックめちゃくちゃいいですよね。まあ今日も見ようと思うんですけど。やっぱね、学びが半端ないですね。やっぱ、なんかね、昔に見たんですけど、まあそ多分子供の頃でしょうね。全然学べる量が違いますね。広がりが、<laughs> 広がりが <laughs>。うーん、なんかブラック・ジャックは僕たちに何を問いかけてるんだろうっていう。まあ無事が、まあ原作である手塚治虫さんは、まあ漫画を通してね、いろいろなメッセージをあそこに。 あのー、詰め込んんだと思うんで,すよでそのブラック・ジャックのやっぱすごいその描き方が闇医者っていうね医者免許を持ってない普通のドラマとかはあんまないじゃないですかあのー、普通のちょっとね、えー、お医者さんが、まあ、天才医師みたいな、まあ、免許持っててなんかあのあのーまあ、そういう映画とかドラマいっぱいありますけどブラック・ジャックはや免許持ってないんですよねうん そう他人からもねそうあ,あそう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 あのシーンでなんかそのブラック・ジャックがあのー、まあそのこの技術はすごいとだから国際め医師免許を与えようっつってねで一人がね一人が一人のその天才医師がねいや闇医者今まで金いっぱい巻き上げてるやつはまず法廷に行ってなんだろうなあのー 罪を繋ぐなってからの話だ1、ね、人、猛反対してた天才,、えー、医,者が天才の医者がいたんですよ、若い。で、その,子その後、天才医師がね、あの手術オペするんですけども、これは無理だと。これどうすればいいんだみたいなね。こんなのちょっとでも言ったらもう神経細胞がどのうのと。これはダメだ,めだで、ブラック・ジャックがこう出てくるわけですよ。で、ブラック・ジャックのセリフが。 あの医者で大事なことは経験だと圧倒的経験だとそして一番大事なのは何か分かるかと患者の命を救うことだと変われみたいなかっこいいですね <laughs> <laughs> でその,あの天才と言われてる若い医師が勝っ,って気づくわけですよねまあそのブラック・ジャックのその経験の その違いをまさ,まさまざとね、現場で見せつけられて、しかも最後のセリフが、目の前の患者を救うことだみたいな。俺は今まで何を言ってたんだと。<laughs> なんかその、世間体だったりとか、なんかいろいろ、闇医者、免許持ってないとか、どんどんどん言ってたけど、本来シンプルに、俺たちがやることは、まあ目の前の命を救うことだみたいなね。その <laughs>、免許持ってないやつから教わるみたいなね。 うん、だからまあ何だろうな福本作品でもそうなんですけどまあブラック・ジャックってまあ一般的に言うとまあ悪というかねその大金もしあのもらってやるみたいなまあそういう、まあ、ポジショニングだと思うんですけどだからその、うん、一般人がねその闇から学んでいくっていうねこの何だろうなあの何すかねこのこの感覚うん。 まあ福本作品ほどね、利根川ぐらい、その、ガリガリに、その、なんだろうな、描かれては、ブラック・ジャックは描かれてないですけど、かっこいい感じで描かれてるんですけど、なんかそういうとこ感じますよね。まあ、あと、利根川の花、利根川もね、その、責任、あの、闇、あの、焼き土下座ですよ。あれもすごいですよね。まあ、ほとんどの人が、あの、兵藤会長が言うわけですよ。 俺から金を借りてったやつはみんな裏切ってったと。金を貸す時だけね、ペコペコして、期日になったらなんか文句言ってくると。まあみんなも言ったようですよね。で、本当に気持ちがあるんだったら、あの何してでも金作ってくるっていうのが道理だろうと。だそんなやから、やからわかんねえやからには、あの本当の誠意っていうのを見せ,見せてもらおうみたいなね。焼き遂げさんみたいな。 でほ昼ん,んでね、あの、その、強制焼き土下座マシーンがあって、うわーみたいになるわけですよ。で、利根川ね、いらんみたいな。そんなのらんいらん、俺にはいらんだね。あっ、利根川さん、あなたも知ってるでしょと。これを自力で乗り切ったやつは誰一人いないでしょと。知らんみたいなね。触るなみたいな。 もうあの利根川は知ってるわけですよ。見てきてるわけですよね。誰一人自力でその焼きどけ座をやり遂げたやつはいいねと。みんな強制マシンに無理やりやってるのを見てきたわけですよね。でも利根川は、いや、俺の責任だと。負けは負けだと。負けたのは俺だと。責任は俺が取ると。俺の意思でいや謝るんだと。一切いらんと。で、10秒ぐらいやり通すんですけど。 何なんですかね <laughs> いやあのね焼き土下座もねすごい学びはありますよねうーん,うーんまあ利根川は僕好きなんですけど <laughs> 利根川いいっすよねうーんうはいまあということで焼き土下座にしときましょうかいってらっしゃい